今日都内では午後3時までに53人が熱中症の疑いで救急搬送されました。東京消防庁などによりますと、このうち80代男性1人が重篤でした。重症は2人で、50代女性、70代男性が1人ずつでした。また中等症、軽症はともに25人でした。東京都心では午前中に 33.7 度に到達していました。